今日は倉庫のコレクションをご紹介します。ビリケンです。ビリケンですね、ビリケンっていうのは1908年フローレンス・プリッツが夢枕で出てきたんです。女性の彫刻家ですよね。何か作ろう、何を作ろうって考えていた時にですね、その夢枕で私の姿を作れと。そして私の足の裏を触るとあなたはきっと成功すると、出てきたわけです。でも夢枕に出てきたのは、こう頭がこうとんがって、目がこうつり上がって、お腹は出て足をこう投げ出しているような、姿なんだけど、言われた通り作ったわけです。そうしたらそれがですね、金賞を取って話題になって、あの足の裏を触ると願い事が叶うということで世界中に広がっていったんです。そして日本にもあの通天閣のビリケンは有名ですよね。だからみんなビリケンって日本で作られたものだと思っているんですけど、実はアメリカで誕生したわけです。1908年ですね。1909年がキューピーですから、キューピーさんのちょっと1年前です。そしてここにはどんなものがあるかというとですね、もういろんなあのビリケンさんがあるわけですよ。ちょっと珍しいのほら、立っているビリケン。普通ビリケンはみんなこういう形ですよね。それでこの足の裏を触ると願い事が叶うと。ビリケンのコレクションということでかなりの数があるんですけどね、日本で作られたもの、アメリカで作られたものだとかね、あとこんなちっちゃいやつ、こんなちっちゃいやつありますね。かわいいもんですね。陶器で作られてる。あ、これね、変わり種ビリケンばっかりを結構この箱にしまってますね。いやー、こんなちっちゃい、こんなちっちゃいのもあります。ちっちゃいですね。あとね、そういう昔のカードだとかね、入ってるのかな。あ、入っていますよね。ビリケン、いろんなカードとかジグソーパズルだな、いろんなのがあります。どれだけねビリケン人気が凄まじかったのか分かります。ここにビリケンって書いてありますね。そしてこれはね米俵の上にビリケンさんが座って打ち出の小槌を持っている。さらに背景はこれ小判ですからね、なんかご利益ありそうですよね。さあ、いいですか皆さん、僕が触りますから、これがですねみんな伝わりますから、はい、願い事言ってください。叶います。いいですか、叶います。これ本当に珍しいビリケンですね。戦前に日本で作られたビリケンです。河口湖のハッピーデイズという博物館にはこのぐらい、おそらく日本で一番大きく当時作られたものではね、大きいビリケンがついであるんです。皆さん河口湖のハッピーデイズに行ったら足の裏を触ってください。本当にね、病気が治っただとか運が良くなっただとかね、宝くじが当たっただとか、もういろんな人が出てきてますんで、でもやはり信じることがとても大事です。今日はもう本当に皆さんハッピーですよ。皆さんに代わって触りました。願い事言ってください、今のうちです。はい、大丈夫です、叶います。ということで今日はラッキーゴッドビリケンのコレクションをご紹介しました。次回もお楽しみに。